ダンジョン18階層、アンダーリゾートに存在する冒険者たちの街、リビラ。世界で最も美しいローグタウンとも呼ばれるこの街には、絶えず活気と喧騒がこだましていて。ふざけたこと言ってんじゃねえぞ。ふざけるも何も、それが今の相場だ。それ以上はビタ1も出せねえな。ここに来る前に相場なんざ事前に調べてろ。なやするわけねえだろうが。じゃあ変わったんだろうよ。アイテムの相場は水物だからな。バカにしてんじゃねえぞ。ちょっとモルドさん、そっちの人ももっと穏便に。おめえは黙ってろ。どうしてこんなこと。今からダンジョンに？うん、いい儲け話があるんだ。ちょちょいと協力してくれねえかと思ってな。儲け話ですか？かなりうまい話でよ、こいつを逃す手はねえってくらいなもんだ。この時間地上にいるってことは暇なんだろ？今日はリリもベルフも忙しくて、ダンジョン探索はお休みに。だったら決まりだ。がっつり稼ごうぜ、相棒。待ってくださいって、まだ返事は。なーに、ちょいと地上で仕入れた物をリビラまで運ぶだけのちょろい案件だ。欲に目がくらんだ連中がダンジョンやリビラで物を奪い合ったりしてるが、お前がいれば問題ねえ。あの黒いゴライアス、とにかく例の事件があって、リビラの連中もお前には一目置いているからな。とっておきの装備を貸してやる。ついてこい。モルドさんの装備って神様の言うアウトローっていうやつじゃん。そういうの僕には似合わないでしょうし、冒険者っぽくない気も。バキャロ、それがリビラ流ってやつだ。バナルガンドも似たような格好してんだろうが。そういえばベイトさんは確かに。よし、納得したな。じゃあ行くぞ。納得もしてませんし、了解もしてませんってば。ねえ、ちょうどよかったぜ。ガイルもスコットも逃げ、今日は都合悪いらしくてよ。今逃げたって言いかけましたよね。露店の人と交渉するって、これじゃまるで喧嘩。てめえ、発表されたいのか。おう、やってみやがれ、ドサンピン。ちょっと、本当に喧嘩してどうするんですか。大丈夫ですか。すまねえ。どうだ、俺様のいいねで買う気になったか。それもうただの脅しじゃないですか。ち、わかったよ。いいねの9割でどうだ。って受け入れちゃうんですか。まった妥協のしどころか。それで手を打ってやんよ。ほら、代金だ。
ひーふー。よし、こっちがブツだ。毎度。じゃあ、またよろしくな。なかなか強情な野郎だったな。ま、俺様の交渉術にかかりゃこんなもんだがな。交渉じゃなく、ただの喧嘩じゃ。何言ってんだ。どっからどう見たって立派な交渉だろ。僕の知ってる商談とは違うというか、腕っぷしにしか頼ってないというか。ここは冒険者の街だぜ。腕っぷしに自信がなきゃ交渉なんざできねえよ。そういうものなんですか。当たり前だ。そろそろおめえも冒険者の作法ってのを覚えた方がいいぜ。ダンジョンに潜ってりゃこの町には嫌おうなしに世話になるんだからよ。確かに足は運ぶけど、このリビラの町についてよく知らない気がする。これを機会に勉強してみようかな。ちょっと物騒な予感もするけど。強い奴にとっちゃまさに楽園。ここはそういう場所だ。ダンジョンの宿場町の名は伊達じゃねえ。俺様がこれだけの金を持ってるのもその証明ってこった。あ、そういえば今ので仕入れたアイテムは全部売れたんですよね。うん。欲を言や、もうちょい高値で売りたかったかな。あ、じゃあ、これで今回の話は。何言ってんだ。こっからが本番じゃねえか。はい。ここまで来てこんなはした金で帰れるかよ。もう一稼ぎしてくに決まってんだろ。でも、もう売るものなんて。ほれ、こいつを見ろ。この紙を。ここらで取れるドロップアイテムの目録だ。赤丸がついてんのが、今リビラで相場が上がってるもんだ。もしかして。うん。2、3日泊まり込みで、ドロップアイテムの乱獲をするんだ。で、ここらを通る冒険者どもに売っ払えば、背取りなんかよりずっと儲けられっからな。聞いてませんよ。今言ったからな。あ、そういや町の連中が20階層あたりのモンスターが騒がしいって言ってたから近づくんじゃねえぞ。言われなくても行きませんよ。ここより下の階層なんて。それと、ほれ、今回分の分け前だ。取っとけ。あ、どうも。あれ？あ、どうかしたのか？道具袋が。あ？あの中に、ここに来るまでの魔石も全部、落としたのかも。すぐ探しに。ああ、そういうことだったか。はい。多分さっきの冒険者だ。あいつがギッたんだろうな。うわっ！大丈夫ですか？すまねえ。やけにすんなり交渉に応じたと思ったら、そういうことだったか。まあ、気にすんな。ここはそういうとこだからよ。笑顔で言われても無理ですって。これでもう一稼ぎする理由もできただろ。さあ、行くぞ。そんな無茶苦茶な。こいつは上物だな。今日はついてるぜ、リトルルーキー。僕、魔石なくしてるんですけど。何？こいつが高く売れりゃそれでチャラだ。細かいことなんざ忘れちまえ。なんだかモルドさんいつもより生き生きしてるな。リビロにいる頃なのかな。でもちょっと頼もしいかも。
輩面できるのももうリビラの立ち回りくらいしかねえからな。ここらで先達の威厳ってやつを見せつけてやるぜ。そうすりゃリトルルーキーも。モルドさん、すごいっす、マジやばいっす、マリ生一個でスッスッシャー。僕、一生ついていきます。手始めに、モルドさんのパシリやらせてください。という感じに。見てろよ、リトルルーキー。聞こえちゃってますけど。じゃ、ドロップアイテムも溜まったし、一旦ネビラへ戻るか。宿も探さねえとな。え、宿って決めてないんですか？ネビラじゃ常宿なんて作っても意味ねえんだよ。店主が仕入れで地上に戻ってることもあるし、最悪店主自身がモンスターになんてこともザラだ。へえ。何個か当たりをつけとくくらいがこの町じゃちょうどいいんだよ。今日は満室だ。馴染みの冒険者が貸し切っててな。他を当たってくれ。主審のバカ野郎に妻を寝取られたためしばらく休業しますだ？ざけんなよこれ！しかもなんか部署おかしいだろうが！こんな日もありますって、他の宿に。玉切れだ。え？もう俺が行きつけの宿はねえ！自信満々で言うことですか？うぜえ！ねえもんはねえんだよ。けどまだ他にも宿はありますし。わかってねえな。これだから世間知らずの冒険者は。やっぱりさっきから微妙にモルドさんが上から目線のような。いや別にいいんだけど。いいか、ここはディビラだ。新顔の客なんざ足元見られてぼったくられんのがオチに決まってんだろ。じゃあ森でキャンプとかは。アイズさんたちロキファミリアもそうして。バカ野郎、んな危険な真似できるわけねえだろうが。あいつらは強えから何も問題はねえ。だが俺らみたいな第三級風情がキャンプなんかしてみろ。飢えたモンスターはおるか。他の同業者どもに身ぐるみ剥がされんに決まってんだろ。想像以上に怖くないですか？血は近いぞ。だからローグタウンって言われてんだよ。ここはセーフティーポイントって言ったってな、ダンジョンには変わんねえんだよ。ふざけるのもいい加減にしなさい。買う気がねえなら帰った帰った。こっちは別に売れなくても構わねえぜ。あれ、この声。どれだけ馬鹿げた値をつける気ですか。相場の3倍以上でしょう。欲しい奴には高く売る。ここの作法は知ってんだろ。それにしたって法外でしょうに。私が何をしたと言うんですか。例のゴライアスの時といい、アンドロメダの姉さんには随分こき使われましたからね。誠意が見てえわけですよ。なんて強量な。あ、やっぱりアスフィーさん。ベルクラネル、何ですかその格好は。アスフィーさんこそ、なんというか。リトルルーキー、なんかいるよか。アスフィーさんの声が聞こえたので。客じゃねえのか。なら帰りやがれ。こっちとら商談中だ。お騒がせしました。何でもありませんので。
何でもって、アスフィーさん大声で叫んでましたけど。さっきも言ったろ、リビラじゃみんなこんなもんなんだよ。って、ん、ありゃステータスシーフじゃねえか。ステータスシーフ。うん、冒険者のステータスを盗み見るための代物でな、素材にはイコールが使われてやがる。まあ、いわゆる五金製のアイテムってやつだよ。つまり違法の。リビラはオラリオでは大っぴらに裁けねえもんを扱うブラックマーケットの側面もあんだ。これでまた一つ利口になったな。気になるなら一つどうだ。こいつなら地上でも高く売れるぜ。結構ですから。全員動くな。まずい、憲兵だ。ギルドがまさか出張ってきやがったのか。いえ、あの気象はガネーシャファミリア。まさか暗空者が。シャクティ・バルマだと？ふざけんな、逃げんぞ。第一級冒険者相手にあなたごときがどうやってです。そこはな、おめえのマジックアイテムでなんとか。アイテム値引きしてくれますね。アスフィーさんも結構。何やってんだよ、連中が来ちまうぞ。分かったよ、値下げする、値下げするから。商談成立ですね。ではエルマ君、あなたたちも離れますよ。はい。露天商は数名確保しましたが、違法の品を扱っていた商人はいませんでした。逃げられたね。行くぞ。はっ。マジックアイテムの類か。この辺まで来りゃ大丈夫だな。ではステータスシーフを相場通りに。おいおい、誰もそこまで値下げするなんざ言ってねえぞ。まあこれくらいだね。相場の2倍？ふざけないでください。ふざけちゃいねえよ。いろんな口止め料も込みの値段だ。はあ？おめえみたいな有名人が五金製の品を買いに来たなんて情報は結構高く売れるからね。しかもガネーシャファミリアに牢石を働いたとあっちゃ、欲しがるやつは星の数ってやつ。ボールス、この金の亡者。なんだかえげつなくないですか。だから何度言わせれば気が済むんだよ。こういう街なんだよ。僕今度から一人で来ないようにします。うん、せめてあのパルームのサポーターをお供にしていけ。まあ俺は信用第一だからよ、絶対口は割らねえって約束する。わかりました。よし、商談成立だな。ええ、それから今回使ったマジックアイテムの材料費は別途請求しますので。なんだと？それも飲めないなら商談を破棄してガネーシャファミリアに駆け込みます。現時点で私は購入未遂、あなたは取扱業者ですから量刑にもかなり差が。つくしょう、アンドロメダ、やっぱりてめえもヘルメスファミリアだ。転んでもただじゃ起きやしねえ。あなたのような悪人に評価されれば私も鼻が高い限り。それでどうするのですか。わかった、それで手を打ってやる。
腐ったれめ。誰も彼もタダでは転ばない。ま、弱みを見せたらグイグイ食い込んでくるからな。弱肉強食っていうやつですか。そりゃ違えな。この町のどこに食われるだけの弱者なんかがいるってんだ。この町は何らかの力がねえとたどり着けねえ。食われるのを待つだけのやつなんかいねえよ。だから誰もが知恵と虚勢とハッタリを駆使して馬鹿し合いをしてんだ。この町はいいぜ、リトルルーキー。まあ、大体必要なのは腕っぷしだがな。うるせえぞ、モルド。俺様がせっかく美談を語ってるってのに。本音は？期待のルーキーに少しでも俺様の町に金を落としてもらうよう印象操作よ。さすがリビラの大頭。あぶく銭を稼ぐのに余念がない。あそれはそうと、ベルクラネル、どうしてあなたがこんな場所に。なるほど、それは災難でしたね。どうです、私の定宿でよければ口を聞けますか。お、本当ですか。よろしくお願いします。はあ、それです。え、そうやって人を疑うことを知らないからつけ込まれるんです。私が後から法外な報酬を要求したらどうする気です。ああ、この町では特に注意してください。あなたは狩られるウサギに最も近い存在ですから。あ、はい。本当に僕ってリリたちがいないと何もできないな。分かったのなら構いません。では行きましょうか。喉も渇きましたし、手始めに酒場にでも。え、でも今日会ったことを他言しなければそれで構いません。あとは普段ヘルメス様が迷惑をかけているお詫びです。あ、ありがとうございます。せっかくですし、この町のことをよく学んでおくことをお勧めします。ここは事実上の迷宮開拓の陣頭、上級冒険者が長らく世話になるダンジョン攻略の拠点なのですから。なかなか美味しいお酒を出すと評判だったりするんですよ。店がダンジョンにあるのだから当然地上では飲めませんしね。リビラを使ってる連中の中で通なやつは大体ここで飲み明かすな。そうなんですか。ちょっと、売り切れってどういうことよ。え、トラ面倒で慣れないダンジョンを下ってきたって言うのに、手ぶらで帰れるはずないじゃん。ルノアさん？ん？おお、よく見たら冒険者くんじゃん。なんだよ、またおめえの知り合いかよ。って、おめえは酒場の。お忍びで来てんだからわめくんじゃないよ。お忍び？まあ、冒険者くんならいいか。実は話すと長くなるんだけどね、宮お母さんにうまいって評判の酒を確かめてこいってお使いに出されたわけ。すごく話短いです。まあ
細かいことは気にしない気にしない。それじゃあその格好も。おお、シルニーに繕ってもらってさ、ここに来るにはこういう格好がいいって。お酒の研究しに来る格好には見えない。シルさんが楽しんでるだけの部屋。まあ私もちょっと騙されてる気がするけどね。で、冒険者くんの方はどうしたのさ。そりゃついてなかったね。ええ、ここまですごい場所だとは思ってなくて。私もダンジョン周りには詳しくないし、気をつけないとな。気をつけなくても、おめえを襲う命知らずなんざ言えしねえよ。ドンハハ。この冒険者の方がよほど命知らずですね。おお、酒くれ酒。え、わあ、あなたは。おおわで、何が。はあ、あんたこの顔を忘れたとは言わせないよ。え、お前、黒剣。黒剣。あなたは気にしなくていいです。どうやら彼女の支援のようですから。僕の道具袋は。待ってくれ。あの依頼からは何年も経っちまってるし、もうお互い水に流そうぜ。な、ね？バーカ野郎！あの依頼のおかげで私は罠にはめられて、危うく殺されかけたんだよ！あの、止めなくていいんでしょうか？よくあることだ。こういうとこだしな。まあそうですね。アスフィーさんまで。というかルノーさん、この町の常連ってわけじゃ。この町よりよっぽど危険で恐ろしい酒場のことはあなたもよく知っていると思いますが。困ったも。待てこら。なあ、あんた、助けてくれ、頼む。僕、お前の魔石も返すから、このままじゃ死んじまう。逃げられると思ってんの？だそうです。わかりやすく諦めんなよ！おい、てめえら。え？店を壊してえなら出てけ、このクソども。あ。というわけで、全員追い出されちゃいましたね。とりあえず店の方には後ほど私の方からお詫びしておきます。すみません、なんで僕が謝ってるのかわからないけど、ごめんなさい。ああ、なんか冷めちゃったな、こいつ。どうしよっか。憲兵に突き出せばよいのでは。幸いガネーシャファミリアも来ていることですし。おい！私のことを殴って気がすんだけど、冒険者くんの財産盗んだってのはね。ま、自業自得だな。お前が言うか！あの、ん？
僕の持ち物も戻ってきましたし、もうやらないって約束してくれるなら僕は大丈夫です。本当に甘いね、冒険者くんは。こういう輩は痛い目見たって反省しないだよ。ええ、恩情は逃げ得くらいにしか思わないでしょう。典型的な悪人面だしな。だからてめえが言うなよ。僕の不注意のせいっていうのもありますから。リリにあれだけ注意しろって言われてたのに。それにモルドさんもリビラはこういう街だって言ってましたよね。いや、まあそりゃそうだが。本当にいいのか。ルノアさんのことがあったとは言っても、こうして道具袋も返してもらいましたし、ルノアさんにやられそうなくらい投げられてるのを見て留飲も下がっちゃったというか。まあ冒険者くんがいいならそれでもいいけどさ。だとよ。俺どこへでも消えやがれ。お甘いね。ああ、またやるなあいつ。ええ、おそらくはそうでしょう。ですが、しないかもしれません。あなたはそれで。いえ、そのままでいいのかもしれません。何でもありません。さあ、それではあなた方の宿を探しましょうか。それじゃあ、私も便乗させてもらうかな。せっかく宮お母さんから外出許可もらったんだし。一日ちょっとで帰っちゃったらもったいないもんね。ここら辺の地理とか穴場の店知らないし。とりあえず空きのある宿に潜っちまうか。え、でも新規で入るのは危ないって。おいおい、よく考えろよ。今の俺らにバカなことできる連中なんざいるわけねえだろ。ああ、確かに。これならもうどんな宿でも入り放題だ。金をふっかけられる心配もおそらくねえ。おそらくなのかよ。あとは任せな。大船に乗ったつもりでよ。はあ、調子のいいやつ。典型的なリビラの冒険者ですね。あ、いざどこでもいいってなると案外空いてないもんだな。さっきまでの威勢はどうした、こら。うせえ、畜生。こんなはずじゃ。仕方ありません、時期も時期ですから。ああ、そうか。俺としたことが忘れてたぜ。ん、何かあるんですか。いえ、私たちには関係のない話です。空きあるみたいだよ。ここは…ええ、やめましょう。なんでさ、せっかく見つけたのに。そうですよ、もう他に空いてる宿なんてないでしょうし。いいか、ここは、このビリーの宿は事故物件だ。以前この宿で殺人事件が起こったんです。殺人？しかもその後、わけわかんねえモンスターの郷愁が重なってリビラは落ちかけた。不幸を呼ぶ宿というのはいくらなんでも言いがかりですが、とにかくいわくつきなのは間違いありません。閑古鳥なのも当然ってことだ。好き好んで泊まろうなんてやつはいねえだろ。ここもダメってなると本格的にキャンプくらいしか。
もしかして客か？ビリー、あ、いや、俺らは。おお、よく来てくれたな、お前ら。事故物件ってことを気にしてんなら、今だけは問題ないからな。あ？ほら、ついてこいって。騙されたと思。いや、騙しなんかしねえから。その言葉が逆に怖い。私もあの酒場勤めてるから言うけど、信用ならないな。新しいお客様ですか？おう、あんたの隣の部屋だ。悪いな、ちょっと騒がしくなるけど。まだ決めてねえんだがな。デアセイント、驚きました。あなたまでリビラに？デアセイントはこの辺りで唯一空いてたうちでリビラの臨時治療院を開いてくれてたんだ。臨時治療院？18階層以下の層域へ向かい、怪我を負って戻ってくる冒険者は後を絶たないので、せっかくの機会ですからやらせていただいています。傷に苦しむ声も少しは減るでしょう。バベルに併設されている治療施設のようなものですね。デアセインと直々の治療とは贅沢に過ぎますが。こいつがいてくれれば、事故物件だの悪霊だの死霊だのバカバカしくなるだろう。事故の起こった宿を避けるのは験担ぎのようなものでしょうが、それも実害のないカースのようなものであれば、私がこの身をもってそんなものは存在しないと証明したかっただけのこと。ほら見ろ、デアセイントの太鼓判付きだ。どうよお前ら。どうよって、かんこどりのままじゃねえか。周りの宿はどこもいっぱいだったのによ。無念です。力を及ばず申し訳ございません。私あんま交流ないけど、この聖女さんって真面目すぎてたまに変だよね。なーに、デアセイント様の常宿ってなれば噂もそのうち消えてくれるさ。じゃ泊まり4人だな。毎度あり。勝手に話進めてんじゃねえ。こちらの店主さんは親切な方ですし、いい宿だと思いますが。必死に取り繕ってるの間違いじゃない？まあ殺人ってのを除けばそんなに悪くは。ってそういえば聖女さん、その格好は？こちらですか。リビラに赴くと伝えたら団員が用意してくれました。リビラで動き回るにはこのような格好の方が適していると強く恐れて。初耳でしたが。その団員の人、確実にこの子の普段見られない格好が見たかっただけでしょうね。ちなみにその団員は野郎か？いえ、女性ですが。ディアンケヒトのところにはこじらせてる奴が一人いると。なんかどこかの女神様がうんぬんってさっきも聞いたような。あの、何か？あ、いえ、それより臨時治療院はもう終わったんですか？いえ、まだです。本当に忙しくなるのはこれから。こっちでいいんだな？ああ、間違いないはずだ。な、何？ケンペ、なんだ？ボールス、どういうことです？どういうも何も、お迎えに来てやっただけさ。
スさん、もしかして僕たちをガネーシャファミリアに。わざわざ迎えに来ていただいてありがとうございます。は、おう、頼むぜデアセイントさんよ。優秀なヒーローはいくらでも欲しいとこなんだ。あのこの方たちは私を迎えに来てくださっただけです。ゴライアス討伐のために。はあ、来た時ゴライアスなんていなかったけど。そろそろインターバル、改装主が生まれる2週間が経つ。冒険者の通行の邪魔になんねえようにさっさと倒そうってわけだ。それじゃあそっちのガネーシャファミリアの人たちは。ああ、そちらの話でしたか。今回は楽勝だな。デアセイントに第9冒険者までいるとはついてんぜ。もしかしてどこも宿がいっぱいだったのって。ええ、インターバルに合わせて冒険者が集結していたからです。正確にはそちらのボールスがつてで人員を集めていたですが。なるほど。よく聖女さんも来たね。ここの連中と仲良くしてるわけでもないんでしょ。似たような依頼は別の組織からも寄せられるので、今回はリビラだったというだけのことです。私もあんまり言えないかもしれないけどさ、働きすぎじゃない？オタク。私程度の働きで誰かの危機を拭えるというのなら、それに越したことはありません。ああ、アミッド様、マジ聖女。うるせえぞ、バカ野郎。というか、まだいたのか、お前。とにかく、私たちには関係のない話です。だね。好き好んで面倒ごとに顔を突っ込む柄でもないし。おいおい、改装主討伐にリビラ総出ってのは決まりだぜ。おめえらも出るに決まってんだろ。はあ？まあ、居合わせたんなら仕方ねえか。モルドさん、いいんですか？騒ぐな騒ぐな。それに悪いことばかりじゃねえ。ゴライアスのドロップアイテムが落ちるかはわからねえが、周りのモンスターの戦利品なんかは楽に手に入る。何せ集団戦だからな。ゴライアスと直接やるのはレベルが高い連中に任せとけばいいのよ。その説明だと私たちがゴライアスとしっかり戦うじゃんかよ。改装主戦の分け前に預かれるなんてついてんな、おめえら。ついてる気はしないような。決まりとは言っても強制力があるわけでもありません。気が乗らなければ適当に回避して。おいおい、アンドロメダさんよ、それはないんじゃないか。私はリビラに常駐している身でもありませんし、あなた方の顔を立てる義理もありません。おお、アンクーシャ、さっき言ってた五金製の品を扱う闇業者のことだがよ、確かマジックアイテムを使って逃げたって？ならペルセウスと名高いマジックアイテム製作者のアンドロメダの姉さんに話を聞け。ああ、悪い悪い。天下のアンドロメダさんが協力してくれねえと、うっかり口を滑らせちまうかもな。ボールス、この…なあ、もう、わかりましたよ。やればいいんでしょう、やれば。結局こうなっちゃうんですね。でさ、何にも聞いてないけど、作戦とかないわけ？んなもんあるわけねえだろ。全員思い思いに叩くだけだ。うわ、雑。魔導士たち光栄と前衛の区別くらいはあるでしょうが、基本
ここにいる冒険者たちは生き残ることが優先です。そうなんですか。大変だな。死んだら何もかも終わっちまうだろう。ああ。そしてその通りなのがゴーハラなのですが。改装主を早く倒さねえと困るが、直接命に関わる問題でもねえ。だから適当に無責任でも問題ねえ。そういうこった。ともあれ、今回の討伐でも死傷者を出す気はありません。一人だけすごいやる気っていうか使命感帯びてますけど。まあな。じゃあせっかくだし、私も美味しいとこだけもらおうかな。いいか、リトルルーキー、何遍も繰り返したが、まず大事なのは死なねえことだ。それさえ守っときゃあとはどうでもいい。それがならず者どもの戦い方だ。モルドさん、リビラに来てからうろたえっぱなしだったけど、流儀を貫くこの人の姿が今すごくかっこよく見える。これが僕の知らなかった冒険者たちの顔。はい、よろしくお願いします。来るぞ。出てきたら速攻で叩き潰せ。じゃあ行きますか。支援はお任せください。巻き込まれたなら巻き込まれたなりに効率よく行きますか。ああよっしゃ、行くぞ。はい、終わり。結構手こずったけど殴りがいがあったね。最前線に張り付いて無傷とか、おめえ本当にただの球児かよ。今回はレベル3以上の戦力が充実している上に第1級冒険者までいましたからね。危うげもなく討伐できました。ただいま戻りました。あれ、アミットさん、もういいんですか。はい、今回は被害は少なく治療もつつがなく終わりました。それでも数十は怪我人いたよね。まったく。なんだか中層とか下層まで突破できそうなすごいパーティーのような。レベル2が足を引っ張らなけりゃ、まあ真相までいけるだろうな。とにかく治療が終わったということは、これにて面倒も終わりという認識でいいのでしょうか。ええ、ボールスさんの話ではあとはここで戦利品の分配を決めてしまうと。おっと、こうしちゃいられねえ。モルドさん、だったら私も行ってこようかな。こういうの興味あるし。あなたは行かなくていいんですか。僕は大したことはしてませんし、いつも戦ってる人たちが優先されるべきかなって。そうですか。本当にあなたのそれは大した美徳です。皮肉だったりしますか。鈍いな。ああ、そんなこんなに。うん、おめえの配分もしっかりせしめてきたからよ。
なんで私がこれっぽっちなんだよ。おめえは今回が初参加だろうが、ゴライアス討伐の功績は積み重ねもいるんだよ。ただあの酒場では偉い目にあったからな。最後の方が本音だろ。ふざけんなこら。ちょっとあんたの分よこしなさいよ。おい、ちょっと触んじゃねえ。ああ、それなら僕の分は。ベルクラネル、彼らには彼らなりの規律があります。町の恩恵を受けるならそれを受け入れる柔軟さは必要かと。あ、その通りだ。後ろで見ていた私の目にも、あなたはそれだけのものを受ける活躍をなさっているように見えました。ですから、どうか胸を張ってお受け取りください。あなたも今や立派な冒険者なのですから、リトルルーキー。はい、ありがたくいただきます。大変だ。なんだ、町にモンスターが仮想から上がってきやがった。なんだと、リビラが攻め込まれてんのか。いけません、今リビラの冒険者はほとんどこちらに。20階層でモンスターの動きが激しいと聞いてはいましたが。聞いたかてめえら、階層の死の配分は後回しだ。すぐに学んぞ。行くぞ。みんなあんな戦いの後なのに心地いいんだよな。あんなクソダメみてえな街だが、俺らみたいな強くも綺麗でもねえ連中にとって、あのならず者の街はよ。まあここまで来れば成り行きに身を任せるか。マインドの枯渇にはまだ程遠い。私も行くとします。やれやれ、今日は本当に役日のようです。おっしゃ、もう一暴れすんぞ。はい。減らない。リトルルーキー、街が壊れんのは気にするんじゃねえ。モルドさん、冒険者が生きてりゃ何百回だってここは生き返る。今までだってそうだった。目の前のモンスターだけ気にしてろ。はい。冒険者くん、後ろ。あなたは。ボケットしてんじゃねえぞ、リトルルーキー。これでチャラだからな。はい、ありがとうございます。全員下がれ。でかいのが行くぞ。惑わすも打ち上がれ。いや、ものの見事にむちゃくちゃだね。ああ、ええ、潰れるたびに何百回も蘇ってきたのですから。確か今のリビラは334代目でしたか。334、多いんだか少ないんだかもうわかんないって。
それに今回は町の被害も少ねえしね。これで私だったら片付けだけで気がめいるけどな。もともとが簡素な作りですから、片付けと復興の境などないようなものです。まあ言われてみりゃそっか。うん、ええ、もう治療も済みました。後始末まで付き合いましょう。あ、そういえば私お酒の研究しに来たんだった。もう一度黄金の穴蔵邸に行きますか。復興を手伝えば許してくれると思いますよ。ミヤお母さんに大目玉食らうよりは手伝う方がよっぽど楽か。じゃあお願い。では行きましょうか。この辺りはこれくらいでいいか。少し休むか。あ、いえ、まだ大丈夫ですから。そうか。だったらこっちも頼む。ああ、それから今夜はうちに泊まってくんだよな。はい、ぜひお願いします。ああ、じゃあ俺は晩飯の食材も調達しとく。ありがとうございます。あ、モルドさん、もう向こうは終わったんですか。ああ、ボールスの野郎がこき使いまくりやがってよ。とんずらしてきたとこだ。モルドさん。ですね、ここは。活力にあふれてるっていうか、乱暴だけどすごくみんなに愛されてるっていうか。最後に教えてやる。ここがなんでリビラと呼ばれるようになったのか知ってるか。バカみてえな昔、こんなダンジョンの奥深くに町を築いたバカがいた。そいつは女で、やっぱりバカみてえに強かった。何よりいい女だったらしい。そいつの名はリビラ・サンティリーニ。その名にちなんで付けられたこの町は、今も俺たちならず者どもが愛する極上の女みてえな街なのさ。